基地オタファの秘密基地。どうもご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃはこれだ。仮面ライダーリバイスデラックスバリドレックスバイスタンプだ。おー、全国の玩具野郎集結せよ。それからちびっこもぜひ大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう。仮面ライダーリバイスの新しいバイスタンプですね。これはなんだろう、卵だね。卵の中に恐竜がいますね。エッグ型のバイスタンプ、バリッドレックスゲノム。ほう、面白。箱はこんな感じですね。で、パッケージの背面、ベルトとの連動遊びができますね。バイスタンプを押し込んでスキャン。バイスタンプを押す。ほうほうほう。なるほどね。で、ここにセットするわけだ。他には必殺技。それから別売りのバイスタンプでスキャン必殺技。なのでね、こう様々なこう遊び方ができるようです。別売りのバイスタンプを最大、変な声出た。10種スキャン。なるほどね、10個こう一気にこうスキャンしていくんだ。へえ、なんか他のアイテムとの、なんていうのかな、こうコンビネーションが面白そうだね。というわけで開けよう。開けろ。開けろ。じゃーん。ちょっとね、見ていこう。造形こんな感じです。ここが卵の部分ですね。シルバーの塗装が施されていて、ここの部分の色が面白いですね。こうメタリックブルーが、こう、点々点々になって、こう、グラデーションとなっています。でね、ここに割れ目があって、なんか開きそうなんだけど、この状態では開かないようになっていますね。こう、立体感があります。奥行きがあります。でね、あらかじめ電池はセットされているという感じです。ちょっと先に比較しちゃおう。レックスと比較するとこんな感じ。一回しぐらいちょっとボリュームがあるかなという感じですね。ちょっと大きい。カラーパターンはね、このレックスと大体同じような感じです。さあ、それでは音声聞いていこう。2種類。ここにボタンがあります。バリッドレックス。ここの部分が発光してますね。バリッドレックス。で、裏側こういう風になってて、こういった音声が鳴ります。単体の遊び方はこんな感じ。連動遊び行こう。新しいリバイスをご覧あれ。新しいリバイスをご覧あれ。さあ、お待たせ。変身ですね。行きます。これね、手順はちょっと見てるとわかるかなと思います。このようにね、変身します。この卵がパカッと割れて、ここにね、レックスが出てきましたね。メタリックブルーで。可愛くて綺麗です。この目の部分が発光していましたね。必殺技。この待機音とかも可愛いよね。さあ、そしたらね、必殺技。他のバイスタンプを使った連動遊びになります。これもやり方ちょっと見てるとわかるかなと思います。それではいきます。待機中の途中で他のバイスタンプをね、こうスキャンするわけです。ちょうどここの部分ですね。ここが凹むんで、ここにこう当てて、こ
こう押すような感じですね。これが複数できるんです。じゃあ例えば、今こうそばにあった2つ、これちょっと使って必殺技やってみよう。感じですね。で、10個の倍スタンプありますよね。これ10個で特別な音声が鳴るらしいです。Everybody Max! バリバリスタンプフィーバー。このね、専用の音声が鳴ります。この10個でこう連動していくっていいね。あと、なんか今いじってたら、変身音ちょっと長いやつもあった。ちょっとロングバージョンあるかなと思います。やってみます。今の聞こえましたかね？アンドリバイって言ってたところ、アンドからのやつがちょっと長くなってるんですよね。基本的な連動遊びはこんな感じ。最後は武器。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回の仮面ライダーリバイスデラックスバリッドレックスバイスタンプのレビュー、いかがだったでしょうか？こう一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。今までのバイスタンプと全然違う形で、変身とかね、必殺技ができるのが良かった。やっぱ中でも連動遊びね、今までこう頑張って集めた10個が、10個セットすることによって、専用の音声が鳴るっていうところが良かったですね。いや、僕はとっても気に入りました。これの劇中の活躍がね、すごい楽しみです。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加もどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、タファー！本編僕も見てるよ、とかね。桜ちゃんの、変身めっちゃ良かったね、とかね。これを劇中でね、どういう風に使われるか楽しみだね、とかね。などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。お動画でした！またねー！ガンブヤの仕掛けせよ。ミッションを繰り出せよ。変形が値、憧れてた。夢のトランスフォーム、 What if I know 君チキンキー